ん火星学院行ってみたいと思います。今日の勝負の全体像ですが、段落は3つ。で、まずは設問形式は空小10問題と内容1問題です。そして空小10は7問あるんですが、聞いてるのは単語力、熟語力、そして文法の知識。これが大半でございますので、知識の確認にもってこいです。そしてプラスアルファでちょっと皆さん右側見ていただけると嬉しいかと思います。これですね、いろんな動画でお伝えさせていただいてるんですが、やっぱり感覚にも対比が出てきます。例えば皆さん丸1、皆さんオフコースを見たら後ろなんか想像できますよね。もちろんウニャウニャだがーということで対比の関係ですよね。そしてオリジナリー、つまり初めはウニャウニャだがー、その後違う展開になるんですね。ですからセオレティカリーもそうです。理論上はウニャウニャだがー、実際には違う。ですからこのあたりがヒントになって空小10問題いきますので、これを参考にしながら頑張りましょう。さあ皆さん、第一段落でございます。まずは設問の指示をお読みいただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、選択肢こちらでございます。まずは空欄の1番考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これはセミナーの話をしておりますので、セミナーとかイベント、それが主語になったらもうあれしかないですね。もちろん正解は took place ですね。皆さん、今回はセミナーですが、そういうイベントごとが開催されるわけですから、 D が正解ということでよろしいかと思います。さあ続いて空小2番よろしくお願いします。皆さん、空小の左側に have been という現在完了ですね。この継続を表している完了形、皆さん過去から現在、その現在まで継続している様子、それを表しているのは since ですよね。それ以来ということでよろしいかと思います。さあ、問いの3番よろしくお願いします。皆さん、これは空詞の右側とセットです。熟語になってますよね。もちろん正解は D。To this day ということで、今日までという意味でよろしかったかと思います。さあ、続いて内容1問題でございます。まずは設問の指示だけ一読お願いいたします。さあ皆さん、選択肢6つの中から正しいものを2つ選ぶんですが、まずはこちらの A。合ってるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これはもう文末のエコノミックス、経済学の話は書いておりませんので、A は×ですね。さあ、続いて B はどうでしょう。皆さん、突然の爆発はこの辺りと合致しますね。そして後半、ビッグバンの後、それもこの辺りに書いてますよね。ですから B は正解ということでよろしいかと思います。皆さん、続いて選択肢の C も考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、このあたり物理学者の話がですね、この点点点のところと合致しそうですね。で、皆さん、アゲンスト、反対してるかと言われたら、ここに興味があると書いてますよね。ですから C はアゲンストがダメですよね。さあ、続いて空所4番お願いいたします。皆さん、これは空所の左が began という過去時制でいけそうですね。ですから正解は A の顎ですよね。うにゃうにゃ前ということでよろしいかと思います。さあ、内容1問題でございます。まずはこの選択肢の D。これが合ってるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、このスローエクスパンションとこのあたりが対応しますよね。じゃあ皆さん、リジェクツ、拒絶をしてるかと言われたら、特に否定的な話はないですよね。ですから選択肢の D はダメですね。で、皆さん、まず空所5番をお願いいたします。皆さん、まず seemed の右側でございますので、品詞で言うと形容詞を入れるべきですね。ですから B と C は×。で、あとは A か D か。もちろん A であれば可能性がある。肯定的な内容ですね。で、選択肢の D は unlikely ですから、可能性がないという否定的な内容ですね。じゃあどっちにしましょうということなんですが、これがヒントですよね。最初の方でもお伝えしましたが、理論上、理論的にはと言われたら、そうです。理論的にはうにゃうにゃだが、実際には点点点と。ですから前後は反対になるはずですよね。ですから皆さん、セオレティカリの左側見ていただけますと、このあたり肯定されてますよね。ということはその右側は否定になるはずですよね。ですから正解は D。肯定と否定で対比ですよね。ですからこれで問題ないかと思います。さあ続いて空欄6番お願いします。皆さん、これ主語は考えとなってますよね。で、皆さん、選択肢の A の away を選ぶと離れるという意味ですね。で、皆さん、考えが離れてしまったらその次の文章、議論は進まないですね。で、選択肢の B の before、come before でうにゃうにゃの前にやってくる。ですから before の右側は何か表現が必要ですね。
ですが、後ろはピリオドでございますので、B はダメそうですね。で、選択肢の C をすっ飛ばして D のオーバー。カムオーバーで人がやってくるんですね。ですから今回は人ではありませんので、D もダメですね。ですから正解は C。カムインでやってくる。考えが思いつくということでよろしいかと思います。さあ最後、空所7番お願いします。皆さん、これは to 不定詞の左側に名詞がいますよね。皆さん、不定詞の項目で思い出せそうですね。to 不定詞の左側に名詞があれば、そこを意味上の主語と呼びましたね。ですから正解は C ですね。for 名詞プラス to 不定詞。意味上の主語ということでバッチリです。さあ、内容値問題でございます。残ってる選択肢2つですからね。で、このどちらかから1つ正解が出るかと思いますので、考えていただけるとよろしいんですが、まずこちらの F の方から検討した方が早いかと思いますので、よろしくお願いいたします。皆さん、スターズ&ギャラクシーズはこの辺りですね。で、皆さん、この辺り、地球から見えない。という話が書いていますか？この辺りからいけそうですね。もちろん見えないとは書いておりませんので、F は×ということでよろしいかと思います。となってくると皆さん E が正解になってくる可能性が高いですので、ちょっと検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん前半のケイオス、混沌の話はこのあたりですよね。そして皆さんエネルギーの分配、つまりエネルギーが広がる話はこのあたりに書いてますよね。そして統一している形はこのあたりですよね。ですから E が正解ということでよろしいかと思います。お疲れ様でございました。皆さん、先ほど出てきた知識ですね。皆さん、おおむね大丈夫かと思うんですが、まあ、万が一のことを考えて書き出しておきました。そして皆さん、右側このセオレティカリーですね。これも合わせまして、もし知らないところがありましたら、この後ノートを取っていただいて、とりあえずノートを取った後、これですよね。赤シートで隠して、スラスラ言える。これを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、参考になさってください。